はい、今日は JR 東日本中央線の武蔵境駅に来ています。いや、中央線もね、グリーン車が導入されるということで今結構話題になってますね。あの2階建てのグリーン車が導入されて、ね、12両編成になるとか言われてるんでね、それも楽しみなんですけれども、今回はこの武蔵境駅から出てる西武多摩川線乗っていこうと思います。はい、そんな感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今ね、この中央線の、快速、豊田駅に、ね、乗ってきたんですけれども、武蔵境駅はこんな感じで高架駅になってるんですよね。で、左側に線路が見えてるんですけど、あれがあの西武多摩川線の線路なんですよね。とりあえずね、駅出て行こう。まあ、気づいたんですけど、前にあの10カーなんかグリーン車のマークついてるのよね。これあのグリーン車が導入された後、10両と12両編成で見分けつけるためなんかな。もうそこまで準備進んでるんですね。あ、西武線乗り場見つけた。ここが西武多摩川線武蔵境駅の乗り場みたいで、西武多摩川線っていうのはこの武蔵境からこれまさまでを結んでる 8.04m、 6駅しかないですよね。運賃が、武蔵境から終点のこれさま、まあ、その190円、意外に安いな。交通系 IC カードにもしっかり対応してて、スイカでね今回乗っていきます。じゃあ乗り場の方へ早速向かっていこう。一応あの JR 線から の, この乗り換え改札っていうのもあります。ここからね入っていくことができます。このエスカレーターで上上がるとホームみたいです。はい、それでは西武多摩川線の武蔵境駅のホームになってきました。今列車がやってきたんですけど、まさにね西武線の車両ですね。で、この西武多摩川線の面白い特徴は、これなんとね、あの独立した路線、単独路線になってるんですよね。あの他の西武鉄道とあの接続してないんですよね。接続しているのは JR 中央線だけなんですよね。だから西武鉄道の孤立路線としても結構有名です。使われている車両は西武の新101系という車両です。で、運行本数は日中の時間帯でも1時間に5本はあるみたいですね。で、一応あの孤立路線なんですけれども、あの JR 中央線と線路があれつながってるんですよね。あの大規模な車両点検とかするときは西武、池袋線の方のなんか車両基地がなんかそっちの方に行くみたいでね、あんな感じで一応 JR 線とは線路がつながってる感じです。じゃあこの15時30分発のこれまさ行き乗っていこうと思います。マックス式なんでね、結構古い車両で味がありますよね、西武新101系。はい、それじゃあ乗っていきます。列車ね、武蔵境を出発。向かい側にはね、中央線見えてます。あ、ここでね、ちょうど線路がこれ渡り線につながってるんですよね。ここで JR 中央線と分かれていきます。面白い、ドアとかもかなり古そう。ドアにもこんなあるしね、刺激終点で、上に詳しい路線図があるんですけども、やっぱりこうして見ると、あのね、孤立路線、他の路線と接続がないですよね。すごい光った、これ。これ締め切り中って意味みたい。一番
最初の停車駅の新小金井に着きました。その一番最後尾にあの車椅子スペースみたいなのを見つけました。でこれあのワンマン運転で車掌さん乗ってないらしいんですよね。運転手さんが運転とドア開閉両方やってるみたいです。一応これ全線単線の路線になってるんですよね。なかなかローカル線感ある路線になってます。でこれさ駅構内で見たんですけど、なんか自転車乗せれるらしくて、こんなあの止めれるロープみたいなやつがついてます。でドア上にもね一応 LED 後付けやと思うんやけどね、なんか車内案内表示できるようになってる。これも面白いね。列車今多摩駅に着きました。ここで降りる乗客多いですね。西武多摩線なんか一応路線の最高速度は時速95キロみたいで、ね、結構速いんですよね。列車もかなり軽快に走ってます。多摩過ぎたあたりから一気に乗客減りましたね。西武多摩川線の車両基地ですかね。止まってますね列車は。まあ、こんな感じで単線の路線なんで途中駅で行き違いにしないといけない感じになってます。
列車今協定場前に着きました。いや全員降りてったよ。これの次がもう終点のこれまさですね。短い路線なんであっという間ですわ。協定場前って駅名ぐらいなんで、ほんまに協定場があるみたいですね、ここ。西武鉄道も新宿線とか池袋線みたいなメイン路線にはこんな古い車両走ってないですよね。今はこういう支線みたいなところで、ね、西武鉄道の古い車両は活躍してるんですね。じゃあ終点のこれまさに到着しました。雨降ってるよ。ほんまに自転車乗せるみたいにあんな感じで、あ、すごいすごい自転車乗せてってますわ。これまさ駅のホームはこんな感じで一面一線の構造になってるんですね。乗ってきた車両は西武鉄道らしいカラーのね、黄色いカラーなんですけど、途中の車両基地に白い車両いたんですよね。だから白い車両も一応この路線走ってるみたいですよ。でこの先はもう車止めがあって行き止まりになってますね。で横にはなんか留置線らしきなんか線路があります。駅のホームにはベンチと自動販売機もありますね。あとセブンティーンアイスも売ってます。それにしても天気悪いですね。大雨ですわ。すごいですね。ここがこれまさ駅の改札なんですけど、なんかローカル線の駅みたい。これ出場にタッチして、まあ、改札を抜けました。はい、じゃあこれまさ駅の外に出てきました。駅前こんな感じになってます。一応ここは東京都府中市みたいです。じゃあ今回は西武鉄道の孤立路線西武多摩川線に乗ってきたという動画でした。ありがとうございました。